どうも加藤茂明です、えー、今回僕にも何かできないかなと思って考えてみたんですけど絵本の読み聞かせをしてほしいという意見をいただいたので、えー、やってみることにしました、えー、そこでですね絵本をオリジナルで作ってみました、えー、実はその話はですね僕が5歳の時に実際に作った絵本が元になってます ちいちゃい頃の自分にアイディアをもらって作ってみました楽しんでもらえたら嬉しいですタブレットで読んでいきたいと思いますタイトルは「不思議な木の実ですでは読んでいきたいと思います「不思議な木の実この木は 不思議みかんがなったりりんごがなったりぶどうがなったりいろんなものが実る木次は何が実るかなこれは何かな なんだろう。スイカかな。よーく見ると、ガサッ、ごそ、うん？カメだ。 次は何が実るかなこれは何かな何だろう株かなよーく見ると「こけ ん鶏だ次は何が実のるかなこれは何かななんだろう桃かな よーく見るとブヒブヒうん豚のお尻だ次は何が実のるかなこれは何かな これってもしかしてううんちよーく見るとりぶりぶりぶりうんやっぱりうんち 次は何が実るかな今度は2つだ何と何だろうきのことキャベツかなよーく見るとママと妹。 次は何が実るかなまた二つ今度は何と何かなかぼちゃとおもちかなよーく見るとおじいちゃんとおばあちゃん 次は何が実るかな今度は一つかなんだろうなすかなよーく見るとパパだ酔っ払ってる。 家族みんな揃ったねあ桜さくらみんなでお花見して帰ろおしまい、えー、というわけで。 いかがだったでしょうかここまでです。えー、お体大事にしてね。じゃあねー。